エージェント契約とは、エージェント契約とは、個人と代理人であるエージェントとの契約で、エージェントがタレントの仕事を探し、契約交渉を行うもの。芸能界では、芸能事務所とタレントとの間で結ばれるマネジメント契約と対比されることが多い契約形態です。マネジメント契約では、芸能事務所がタレントのマネジメント業務を全て請け負うのに対し、エージェント契約では、エージェントが仕事の獲得と契約交渉のみを担当し、それ以外のマネジメント業務はタレントが自ら行うのが一般的です。エージェント契約のメリットとしては、タレントが自らの意思で仕事を選べる、タレントが自らのマネジメント業務をコントロールできる。タレントが芸能事務所に支払うマネジメント契約の費用を削減できる、などのようなものが挙げられます。一方、デメリットとしては、タレントが自らマネジメント業務負担が大きくなる、タレントが仕事の獲得や、契約交渉に慣れていないと不利になる、などのようなものが挙げられます。芸能界におけるエージェント契約は、近年、徐々に普及しつつあります。特に、SNS や YouTube などの影響で、タレントが自ら情報発信やファンとの交流を行うことが可能になったことで、タレントが自らのマネジメント業務を行うニーズが高まっていることが背景にあります。今後、このような芸能界におけるエージェント契約は、普及が加速する可能性があります。